ということで、今、島根県益田市に来てるんですけど、益子ホテルというですね、素晴らしい、ホテルにいるんですが、これからランニングするんですが、ランニングパンツまた忘れました。ということで、郡山に続いて、このチノパンで走ることになります。気にしないでください。まあ、チノパンでも走れないことはないよな。本当？ということで、チノパンで、益田を走ってるわけですよ。いや、コウさんがね、マスコットのオーナーのコウさんが言ってましたけど、確かにこう体がね、すごいなんか特徴的らしくて、瓦が綺麗らしいんですけど。よいしょ。うわ、ススキが咲いてるわ。いや、この裏通りを走っております。なんかダイニング創作料理、ここスナック喫茶スザンカ、いろんな店がありますね。益田駅前郵便局だ。でっかいマンホール、なんでこんなでかいマンホールがあるんだろう。よいしょ。焼肉チルテーだ。琵琶湖編み物。おお、益田駅だ。おお、益田駅。益田駅南北連絡橋を冬季付けにしよう。いいですね。益田駅だ、益田駅だ。出雲とか長門、新山口まで行くのかな。こんな感じなんだな。いやー、なんか山陰の雲かな。これは。線路の反対側に行ってみよう。まっすぐ行くと広島の方に行くんだな。川んところに来ました。いい感じですね。おお、松坂雪舟新橋って書いてある。これなんか全国で最も水がきれいな川だとさっきコウさんが言ってたね。よいしょ。なんか光がきれいだな。とっても気持ちがいいよ。休まさず鹿迎えに上がります。しかし郡山に続いてこのね、短パンを据えてチノパン出してるんだけど、やっぱ靴をちゃんとしてれば意外とね走れるんだよね。これは不思議なこと、やっぱり靴が大事じゃない。靴が大事。旅ランはわっせ、そういう問題じゃないか。ちゃんと短パン持ってきなさいってことですよ。これやっぱ東京マラソンもなんだったらチノパンで走れるからやめなさいって。で、変わり者すぎるから。おお、雪舟三山タウンか。いいね。鉄道の下を通るぜ。お、なんだこれ、単線？あれ？これ山陰本線じゃないのか。支線があるんだね。ん？なんだこれ。なんか支線みたいな線がある。てかめっちゃいいとこに来ました。あ、いい感じのとこ来たぜ。めっちゃいい感じのとこ来たぜ。これ今英語で YouTube ビデオ4分ぐらい、3、4分撮ったのかな。いいですよね。こういうところに来るのが僕は本当に幸せなんですよね。これ何気ないスポットっていうか、非常になんか複雑でいろんなものがカムトゲーザーしていて素晴らしいなと思うんですけど、僕は実は古墳っていうのが表示があったんで古墳を探しに来たんですけど、あの山かな、あの山あたりが古墳なのかな。おお、いいね。これは山陽本線じゃないんだろうね。単線だもんね。さっき山陽本線間違った。山陽本線じゃない列車が走ってる。だね。水が綺麗だな。関わらず。増田酒造り職人だ。
Distance 3 kilometers. 水が綺麗なところには酒蔵があるってこと。酒蔵かな、これ造り酒屋なのかな。おお、なんかいい感じのところださ。素晴らしくないですか。おお、マスダの街がよく見えるな。あっせ、あっせ、あっせ。あっせ、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 接種が保育所だ。接種の保育所はすいません。あっせ。接種の里記念館入り口だ。これは接種がゆかりのある土地なんだな。これ接種の記念館みたいですね。よいしょ。接種の里記念館がここで、でこれなんか接種の里の巡りって書いてある。おお、すごい接種庭園とかもあるんだな。お、近くに小丸山古墳がある。ここが小丸山古墳だな。小丸山古墳に向かってます。よいしょ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 。あ、大きな古墳だな。これが小丸山古墳か。いや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 、大きい大きい。6世紀に作られて前方後円墳なんだね。すごいな。いやいやいや、びっくりした。おお、素晴らしいですね、この景色は。いやー、素晴らしい。いやー、素晴らしい。というわけで今ね、あの英語で3分ぐらいの動画を撮りましたが、本当にこういう古墳に出会うとですね、我々が生きている時代というのは相対的なものでしかないというかね、全く違う価値観だとか社会のあり方があった。だから我々の時代もまあ隅で言うと相対的なものでしかないということを思い起こさせる、そういう古墳ですね。わあ、綺麗な赤瓦、綺麗な赤瓦の家だな。ということで古墳を見て戻ります。おー、綺麗な日が来た。おー、太陽が出てきた。素晴らしいな。Isn't that beautiful? いやー、夕日は素晴らしいね。何かを告げてるようだ。
らしい景色だな。雪舟橋って言うんだ。素晴らしい。雪舟橋を渡っています。雪舟と関係あるのかな。おお、桜かな。あれ季節になると綺麗なんだろうな。コーヒー専科果樹か。しかしこのズボンでよくこれだけ走ってるな。増田駅丹北連絡橋早期実現しよう。賛成。増田駅南北連絡橋早期実現しよう。賛成です。便利だでしょうね。あ、山陰本線の列車が止まってる。コウさんが言ってたみたいにオレンジ色だな。都浴び物だ。さっき見えたやつだ。なんとここの公園 SL があるぞ。 C57 だ。すげえ、 SL がある公園だ。やべえ、よいしょ。すごいすごいすごい。 C57 ステップが濃くてすごいな。おいおいおい、すごい、びっくりした。おお、お食事どころ、味美味しそうだな。うどんラーメン丼、定食美味しそう。ほんと来たいな。これなんか伏線と単線に分かれてるんですね。なるほど、そういうことか。伏線はこっちで、ここは山陰本線で、あっち側は単線、あっち側な。あれ途中分岐してまた合流するのかな。途中で分岐してまた合流するのかもしれない。よくわかんない。ということで1月20日かな。午後5時30分ということで、短いんですけど、なんかこれもし東京の方だったらもう真っ暗になってると思うんですが、ここはですね、増田、鳥取の増田はですね、島根の増田はですね、さすがのなんか、西にあるんで日が明るい、日が長いですね。それはなんかちょっと僕の、母親のふるさとの九州に近い感じもするんですが、ということで、旅ランしたんですけど6キロぐらい素晴らしかったですね。今までのベスト旅ランの一つなんじゃないかって思えるぐらい本当に印象的な景色がいっぱいあって、マスター大好きになりました。なかなかね、旅ランどれも素晴らしいんですけど、このバランス、いろんな古墳があったりとかね、SL の、公園があったりとか、このバランスでなんかいろんなものがあったってのは、なかなかない旅ランだったなと。本当になんか、マスター、旅ラン楽しかったです。また走りたいと思います。現時点で 6.7、7だったんで、全部で7キロぐらいになると思うんですけど、よく血のパンってそんな走るような、バカだね、俺もね。バカです。ふぅ、増田の街が美しい。